不動車メーカーアルファロメオが開発したフォーミュラカー。設計者はジョアッキーのコロンボ。別名は小さなアルファロメオを意味するアルフェッタ。1938年から実戦投入され、1950年に開幕した F1 世界選手権で全勝。1951年には改良型の159が登場した。社名の158は、 排気量 1500cc、直列8気筒エンジンから付けられた。1930年代、アルファロメオはグランプリレースに P3 を投入して成功を収めた。しかし、1934年に始まるフォーミュラ750では、メルセデス・ベンツとアウト・オニオンのモンスターマシンに立ち打ちできなかった。 1938年の3リッターフォーミューラ用として308、312、316を開発しながら1.5リッタークラスのボアジュレットのマシンを製作することになった。アルファロメオに開発を進言したのはワークス活動を代行していたスクーデリアフェラーリの代表エムツオフェラーリだと言われる。設計は P3 の開発者。 ビットリオ・ヤーノの弟子であるジョアッキーのコロンボが担当した。彼はスクーデリア・フェラーリに出向し、そのファクトリーで158のシャーシが制作された。158は1938年から1940年まで活躍した後、第二次世界大戦中のブランクを経て1946年から、 レースに復帰し、F1 世界選手権開幕初年度の1950年まで使用された。戦争によるレース界の停滞という事情はあったにせよ、登場以来13年間1000級の戦闘力を保ち続けた名車となった。シャーシは2本の楕円交換をメインフレームとする。サスペンションは四輪独立喧嘩で、フロントがトレーリングアーム、リアがスイングアクス。ル ティポ158エンジンは、ルーツ式、シングルステージスーパーチャージャーを装備した直列8、気筒 1479cc。V16 エンジンを半分にした形で、DOHC16 バルブ、ボアストローク 5870mm。195PS、7200rpm を発生し、最高速度は、時速 232km。 1939年には 225PS、7500rpm にパワーアップした。1947年には、主任技師のオラツヨサッタによって、スーパーチャージャー2機に変更され、出力は 275PS に増大した。 戦前から戦後1938年、アルファロメオはアルファコルセを設立し、ワークス活動を再開した。158は、デビューレースのコッパチアーノで、エミリオ・ビロレージのドライブにより優勝した。1939年は、イタリア統地下のリビアで開催される、トリポリ GP の優勝が期待されたが、メルセデス・ベンツが急遽送り込んだ、W165 に勝利を奪われた。 158は戦争によりモータースポーツが中断する1940年まで活動し戦時中はチーズ工場に隠されて戦火を免れた終戦後の1946年アルファロメオは GP レースに復帰し3年間にわたり各地で無敵の13連勝を続けた1947年には 自然吸気エンジンは 4500cc、下級式エンジンは 1500cc までとする F1 規定が制定され、158は F1 マシンとなった。1949年、アルファロメオはワークスドライバーのアキーレバルツィ、ジャンピエル・ウィミーユ、カルロフェリーチェ・トロッシを相次いでなくすという不幸に見舞われ、この年のレース活動を休止した。その間、 エンツォフェラーリが創設したフェラーリが台頭したが、フェラーリ125回1は158と同じく、コロンボが設計したマシンだった。F1 世界選手権、開幕1950年、新たに、ジュゼッペ・ファリーナ、ファン、マヌエル・ファンジオ、ルイジ・ファジオーリと契約し、3名はイニシャルにちなんで、アルファの3回と呼ばれた。アルファ・ロメオは出場した11レースに全勝し、 F1 世界選手権では開幕戦イギリス GP を含む6戦すべてでポールポジション優勝ファステストラップを記録した。最終戦ポイントリーダーのファンジオがリタイアしファリーナが逆転で初代ドライバーズチャンピオンに輝いた。1951年158はコロンボによって再び手を加えられ社名は159となった。 リアサスペンションはドディオンアクスルに置き換えられた。エンジンパワーは当初の2倍以上の 425PS に達し、最高速度は時速 300km を超えた。しかし、代償として燃費が著しく悪化し、大量の燃料を搭載しなければならなかった。その結果、タイヤの摩耗も早まり、ピットインの回数が増えるという悪循環に陥った。フェラーリは、 自然吸気 V12 エンジンに転向しており、戦前のレース界で活躍した下級式エンジンは時代遅れとなっていた。第4戦まで3連勝するも、第5戦イギリス GP でフェラーリの初優勝を許し、F1 開幕以来の連勝がストップした。続く2戦もフェラーリに敗れたが、最終戦スペイン GP ではフェラーリがタイヤ選択に失敗して交代し、ファンジオが ドライバーズチャンピオンを獲得することができた。アルファロメオには翌年に向けて新車を製造する資金的余裕はなく、この年限りで F1 から撤退した。フルワークスで F1 に復帰するのは1979年まで待たねばならなかった。ABC 不参加の第3戦インディ500を除く。 世界選手権という名目上カレンダーに登録されていたが F1 からの参加者はいなかった。ABC ダグナイ1 9 5 0から1999グランプリカーオブザイヤー F1 クラブ第29号双葉社2000年27ページ ABC1940 から1950伝説のマシン アルファロメオフィアットグループオートモバイルズジャパン。2011年10月10日、閲覧。石塚朝尾。第13回、クラシックカーエンスージャスト訪問。エル・アンゴロ・デル・インテンジトレ趣味の博物誌。日経ブープネット。2011年10月10日閲覧。バルジとウィミーユはレース中の事故死。トロッシは病死。製造者部門は1958年まで、制定されていない。 ありがとうございます。